は暑い中、今日最後の歩いていこうの映画の最後の撮影にご参加いただきましてありがとうございます。皆さんこんにちは。実行委員長の矢野と申します。今矢野先生というふうに言われましたが、松山高校の映像制作部顧問も、しております。どうもはじめまして、青木あずみ役の井上ひとみです。今日は本当にありがとうございます。よろしくお願いします。安住の父親役をやらせていただきました、水谷と申します。私自身も松高出身でありまして、昨年から撮り始めた映画なんですが、子どもたちはもう1年成長して卒業した子、新たに入ってきた子いるんだなと思って、なんとなく不思議な気持ちがしています。今日はどうぞよろしくお願いします。私は、いわゆるおじいさん役で岩原公園で撮影をしたわけでございます。何もにも私も初めてなもんで、本当にその時はドキドキしていましたんですけども、これが、この映画がですね、皆様方に見ていただきまして、盛大にこの、いけますように、よろしく皆様お願いいたします。お話です。この後にエンドロールの文字を書きます。よろしくお願いします。選手の皆さんありがとうございました。じゃあお席の方に帰りください。で僕も松山高校 の OB でして、映像制作部で部活やってたんですけど、その延長で今は日本映画大学といいまして、神奈川県にある大学なんですけど、そこで、今映画の勉強をしています。自己紹介。はい、はい、こんにちは。埼玉県立松山高等学校映像制作、3年の斉藤翔と申します。今は助監督をやらせていただいております。今日は、お忙しい中集まっていただきありがとうございます。いい映画を作るために、みんなで頑張っていきましょう。よろしくお願いします。映像制作部の2年の佐藤です。僕は音声を担当するので、いい音が出るように頑張りたいと思います。一日よろしくお願いします。映像制作部2年の島田と申します。本日は、カメラを担当させていただきます。よろしくお願いします。映像制作部1年の鎌田です。今日初めて手伝いで入ったので、本当もよくわからないですけど頑張るので、よろしくお願いします。映像制作部2年中村です。今回は受付の方と、今回の撮影はエキストラとして、そちら側に入らせていただくことになります。よろしくお願いします。映像制作部2年の内田です。今日は受付とエキストラの方で入るのでお願いします。同じく2年の今村です。今日は皆さんにいろいろご説明などをさせていただくんですが、その際は僕のことをアメージングとお呼びください。理由はちょっと内緒なんですけど、そうお呼びください。真面目に頑張りますんで、よろしくお願いします。映像制作部1年の小安です。先ほどは受付を担当させていただきました。次はエキストラとして出演するので、よろしくお願いします。1年の、大野と申します。よろしくお願いします。同じく映像制作部1年の細見です。よろしくお願いします。1年の野原です。よろしくお願いします。1年の小沢です。よろしくお願いします。1年の松沢です。よろしくお願いします。1年の原口です。よろしくお願いします。話をしているのも7年前の出会いがきっかけになっています。その前年に
私は交通事故に遭い、車椅子の生活になりました。カット。まあ今勧められたんでやらせていただきます。僕は寄居町というところに住んでいます。皆さんご存知ですか、寄居町。まあご存知ですよね。なぜなら寄居町は都会だからです。僕の中では寄居町は都会なんです。今からその理由を、まあ、いくつか説明させていただきます。まずそうですね、駅の前に図書館がある時点で僕は都会だと信じてるんですよ。なぜなら駅っていうのは人が集まるじゃないですか。その前に図書館があるってことは全ての、まあ、英知の結晶が駅に集約されてると言っても過言ではないんですよ。それはない。皆さん分かりますか。それはない。ああいう川ごとはほっといて、川越の方が都会だし、川越たちが川越ははい、皆さんよろしいでしょうか。本番いきます。シーン 51-2-4。 よっ。その時の私は周りの人たちから温かい言葉や気遣いや助けをいただき感謝する反面、このまま人に頼ってばっかりでいいんだろうかと疑問を持ち続けていました。そして毎年東松山市で開催される 3-day マーチの50キロを一人で完歩することを決心したんです。カット。 OK です。はい、皆さんよろしいでしょうか。本番いきます。シーン 51-3-1。 よっ。そして東松山市で毎年開催される 3-day マーチの50キロを一人で完歩することを決心したのです。カット。はい、ですね、次のカットはちょっとマルチカメラ、複数のカメラ使って撮るんですが、エキストラの皆さんの表情を撮らせていただいて、いい表情で。自分はこの映像制作部と一緒に演劇部にも、実は兼務しているんです。それで演劇部の大会が9月ということでもうすぐなんですけど、今じゃあそうですね、演劇部の不思議な練習っていうものを、紹介させていただきます。演劇部はですね、まあ、ご存知の通り舞台の上でこうお客さんの上でこう劇を披露するわけなんですね。そこで一番大切なのが恥ずかしがってこう動きが縮こまっちゃうと見苦しい演技になっちゃうんですよ。だから恥ずかしがらないっていうのがこれが一番大切なんですよ。そこで普段の練習から恥ずかしさを、取り除くためにこうあんま先生がいらっしゃる中とかであんま言いたくないんですけど、部室の中でまあ普段制服で練習するんですけど、部室の中で練習するときはこうちょっと仮装してみたりとか、まあ具体的に言うと、まあ、女装したりガチャピンの着ぐるみがあるんですけど、なんかそれを着てみたり、あとなんかチアガールの服があるんですけど、それを着てまあ練習したりするんですね。それは物質棟の裏にテニスコートがあって、そこでソフトテニス部が練習してるんですけど、まあたまに見られるわけなんですよ。そしたら次の日クラス行って友達のソフトテニス部員がお前目覚めたなって突然言い出すんですよ。それが結構最近きついですね。以上です。よろしいでしょうか。本番いきます。テイク3です。よっ。 3-day マーチの50キロを完歩することは普通の人でも難しいことですよね。車椅子の私は当然のことながら準備が必要で、ずいぶん前からトレーニングを開始しました。そのサポートに高校2年生のある男の子が現れました。私の父の知り合いの先生のお願いできたということですが、私は一人で50キロをゴールしたかったので、その申し出にあまり気乗りはしませんでした。しかし父の知り合いのお願いだったので、仕方がなく申し出を受け入れることにしたんです。カット。だいぶ行きましたね。全然違う。大丈夫です。そうなんで。はい、皆様よろしいでしょうか。本番いきます。シーン 51-5-1。 よっ。
コートされて 3D マーチをゴールすることができました。そして彼もそのゴールによって何か感じるものがあったようです。その後彼は新たなゴールを作り努力を続けました。そのゴールは一人の力でできるものではありません。周りのサポートがなければ達成することはできないのです。そして彼、種田智孝君は今東京オリンピックのマラソンのゴールに向かって走っています。私はいつまでも彼を応援しています。OK です。お疲れ様です。ありがとうございます。これで本日の終了となります。10月の公開という形になります。最後のシーンなので、感動的なシーンになるんじゃないかと思いますので、ぜひ期待していただいて、ぜひご覧になっていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。